ロスバークリー、ロスバークレー、1993年12月5日イ、は、イングランド出身のサッカー選手。プレミアリーグ、アストンビラ FC 所属、イングランド代表。ポジションは MF。2013年に A 代表デビューを飾り、2014FIFA ワールドカップのメンバーに選出された。監督やチームメイトはバークリーについて、ミヒャエル・バラックや、ポール・ガスコイン。 ウェイン・ルーニーになぞらえている。バークリーは11歳の時にエバートンのユースチームに加入した。2010から11シーズンの初めにトップチームの試合のメンバーに選ばれ、プレミアリーグデビューが期待されたが、2010年10月に行われた U-19 のイングランド代表の試合で、チームメイトのアンドレ・ウィズダムと衝突し、足を3カ所骨折した。怪我から回復し、 2011から12シーズンのプレシーズンの練習に参加すると、ティム・ケイヒルはこれまで一緒にプレーした選手の中で最も才能に恵まれている選手だとバークリーについて話した。2011年8月20日に行われたクイーンズ・パーク・レンジャーズ戦でデビューを果たし、試合は0から1で敗れたが、マン・オブ・ザ・マッチに選出するメディアもあった。 シーズンの初めのバークリーのパフォーマンスは高く評価され、マーティン・キーオンはこの国の歴代最高の選手になりうる逸材だと称賛した。2011年12月には新たな4年半の契約を結んだ。2012年9月14日、バークリーは1ヶ月間の期限付き遺跡でシェフィールド・ウェンズデーに加入し、同日に行われたブライトンホーブ・アルビオン戦でデビューを果たした。 翌週に行われたボルトンワンナラーズ戦においてペナルティキックにより初ゴールを記録した。バークリーのローン期間は延長され、エバートンに呼び戻されるまで13試合に出場した。2013年1月には1ヶ月間限定でリーズユナイテッドに加入し、バーンズリーとのダービーマッチでデビューを果たした。UEFA ヨーロッパリーグのディナムキエフ戦でプレーする バークリー2013の14シーズンにトップチームに戻ると開幕戦のノリジー式戦で初ゴールを挙げ、試合は2から2で引き分けたがバークリーはマンオブザマッチに選出された。シーズンの前半戦はアーセナル戦とスウォンジー式戦で決勝ゴールを挙げマンオブザマッチに選出されるなどの活躍を披露し、アランハンセンは全てを兼ね備えていると称え、 ガリー・リネカーは、とてつもない才能を持ちスター選手になる素質を備えて、いると、バークリーを称賛した。2014年1月4日に行われた、クイーンズ・パーク・レンジャーズとの FA カップ3回戦では、FA カップにおける初ゴールとなる先制ゴールを挙げ、4から0の勝利に貢献した。2014年3月25日に行われた、ユナイテッド戦では、ハーフウェイラインから独走し、 先制となるゴールを決め、チームも3から0で勝利を挙げた。2014年4月18日は、PF 年間最優秀若手選手賞の候補6人のうちの一人に選ばれた。最終的にリーグ戦では34試合に出場し、6ゴールを挙げ、2014年5月3日に行われたマンチェスターシティ戦で記録したゴールは、BBC スポーツに超大作と称され、 エバートンのゴールオブザシーズンに選ばれた。2014年7月29日には2018年まで契約を延長したが、内側側副陣体の損傷により2014から15、シーズンは2014年10月18日に行われたアストンビラ戦まで出場することは叶わなかったが、その試合ではロメルル核のゴールをアシストし、3から0の勝利に貢献した。 2014年12月15日に行われ、3から1で勝利した、クイーンズパークレンジャーズ戦でシーズン初ゴールを挙げた。2015から16シーズンは、開幕から2試合連続でゴールを記録する、コースタートを切った。2018年1月5日、エバートン時代に負った怪我が感知してない中、チェルシー FC と5年半の契約を締結した。背番号は、名手フランクランパードが着用し、 オスカルの遺跡以降空き番号となっていた8番。2018から19シーズンはマウリツヨサンリ監督の下で中盤3枚の枠の,枠の中に入りリーグ戦27試合に出場した。2020年9月29日、アストンビラ FC への1年間のローン遺跡が発表された。2019年9月、泥酔している中タクシー運転手といざこざを起こし、警察に呼ばれた。 U-19 イングランド代表でプレーするバークリー祖父の一人がナイジェリア人であるためバークリーはイングランド代表とナイジェリア代表でプレーする資格を有していたがバークリーは生まれ育った国の代表でプレーすることを選択し U-16、U-17、U-19、U-20、U-21 のユースレベルの代表を経験し A 代表にも選出されている。2008年9月の14歳だった時に初めて U-16 の代表に選出され、2009年に開催されたモンテキュー国際大会ではキャプテンを務め、PK 戦の末にドイツ代表に勝利し、優勝を経験した。UEFAU-17 欧州選手権2010では2ゴールを記録し、決勝でスペイン代表2 1で勝利し、 優勝を果たした。2011年8月には U-21 の代表に招集され、2013年5月28日には、ピーター・テイラー監督により 2013FIFAU-20 20ワールドカップに出場する21人のメンバーに選出された。U-20 代表では2013年6月16日に行われたウルグアイ代表との大会前の調整を、 目的とした試合でデビューを飾り、2013年8月13日に行われたスコットランド代表戦で U-21 代表における初ゴールを記録した。2013年8月に初めて A 代表に招集され、翌月にウェンブリースタジアムで行われ、4から0で勝利した 2014FIFA ワールドカップ予選のモルドバ代表戦でジャック・ウィルシャーと交代で出場し、 A 代表デビューを果たした。2014FIFA ワールドカップのメンバーに選ばれ、初戦のイタリア代表戦に61分から、ダニー・ウェルベックと交代で出場し、ワールドカップデビューを果たしたが、チームは1から2で敗れた。グループリーグ3戦目のコスタリカ代表で初めて、スターティングメンバーとして出場し、フル出場を果たした。2015年9月5日に行われ、 6から0で勝利した UEFA ユーロ2016予選の3マリの代表戦で A 代表における初ゴールを記録した。エバートンの監督であるロベルト・マルティネスはバークリーについてポール・ガスコインとミハエル・バラックを合わせたような選手だと話した。イングランド代表の監督であるロイ・ホジソンはスピードとパワーと素晴らしい技術を持っており、ポール・ガスコインを彷彿とさせると話し、 フランク・ランパードは若い頃のウェイン・ルーニーを思い起こさせると話した。当時バルセロナに所属していたチャビは2014年11月に行われたインタビューでバークリーについてフィジカルと技術面の能力を称賛しプリメーラ・ディビシオンのクラブで十分にプレーできると話した。ありがとうございます。